殺人氷から1952年4月10日は、新末民発の海軍軍人、政治家。新末、民国における最も著名な海軍帝督の一人で、ある。字は、叶え名。1859年、殺と拉致を排出した色目人の名門殺氏に生まれる。1869年、復讐フ船生学堂に入学し、天文、ソーダを学ぶ。 1872年、主席で卒業し、軍艦での研修を重ねた。1877年、イギリス・フランスへ留学し、船舶の建造とソーダを引き続き学ぶことになる。まずサツチン氷は、イギリスのグリニッジ海軍学校で学び、この時、同国に留学していた元服と交流を持った。卒業後、イギリスの軍艦に実習で乗船し、地中海。 大西洋、アメリカ、アフリカ、インド洋など世界各地を公開した。実習終了後も、電気工学、重宝、水雷などを学び、工場を見学するなどして、見聞を広げている。1880年3月、留学を終えて帰国し、軍艦、長慶の一等航海士に任命された。1882年、天津水師学堂の教習に任命された。この時、 霊元広氏が同学堂の学生で殺人氷とはじむは指定関係となっている。1886年、軍艦、医園の艦隊に任命される。1887年、練習艦、交際の艦隊に移動した。1888年、三票に昇進した。1894年、副将位を授けられ、そのまま交際の艦隊として、 北洋海軍精錬左英雄撃に加わった。同年7月、日清戦争が勃発すると、殺鎮氷は、イカエ付近のひ島を守備した。翌年2月、日本軍の攻撃を受けて、薩の、交際も、懸命に防戦したが、ひ島は陥落し、流行島に退却、間もなく清の海軍全体が降伏した。1896年、蝶のラが創設した。 自強軍に招兵されて、ご昇法大総大官に任命される。さらに、自強軍法刀権通裁艦隊にも任命された。1899年、北洋水師法刀に任命される。さらに新朝がイギリスから新たに購入した軍艦、海木艦長に任命された。1903年7月、札は、関東南沖鎮総兵官に任命される。 まもなく、北洋水志統領に昇進した。1905年、関東水志帝督に昇進した。1909年2月より、殺賃降は、祝神の全期らとともに、海軍組織の準備を開始し、同年7月に、薩は、光備内海軍大臣に任命された。9月、薩は、世界各国を外遊して、各国の海軍事情を視察した。 サツの帰国後、1910年、海軍部が正式に発足して、サツは海軍統制に任命される。翌年には海軍副都等に任命された。海軍部組織や海軍再建では、実質的にサツがこれを指導し、日清戦争で壊滅した艦隊の再建を果たした。1911年10月10日、武将危機が発生すると、 殺賃降理は艦隊を率いて、観光へ向かい、霊源広氏ら革命派への攻撃を開始した。しかし、海軍内では革命派に同情して、これを支持する声が強く、また、霊源広氏やイギリスの働きかけもあって、殺は、次第に活動を鈍らせていく。間もなく、遠征外内閣の海軍大臣に任命されたが、結局殺は就任しなかった。 そして突然、単身で海軍を離脱し、復讐へ逃走した。この後、海軍は次々と革命派への倶替えが進んだ。殺賃氷別影フーズ封印、チャイナサードエド、1912年2月の成長滅亡後、革命の際の姿勢もあって、殺賃氷は、五少々戦学校校長の地位しか与えられなかった。しかし、殺の経歴、資質は、 やはり重く、同年12月には、海軍上昇位を授与された。1913年8月、ただ主弁証拠水陸警察ごとよう命ぜられる。1914年5月、陸海軍大元水統率弁事所弁事院に任命された。同年8月には、上海兵交渉総弁も兼任している。1915年、 上海で陳そのチュらの革命派が放棄すると、薩の海軍は素早く、これに攻撃を加え、敗退させた。五国戦争後の1916年8月、札陳氷は越潤越氏に任命され、北京政府側の竜泉光と南方政府側の李烈人氏の争いを調停した。翌年6月、薩は霊源広氏により、海軍総長に任命された。しかし、 長君伏壁でもそのまま海軍武将所となったため、伏壁失敗後は、薩摩下付けに追い込まれている。しかし、間もなく段気髄の下で、海軍総長に任命された劉関友の要請により、海津義淳越氏として復帰した。1918年6月、札鎮理は、復権徳軍理後期の救援のために海軍を率いて、福建に向かい、同年9月、 福建清里ただし弁に任命された。同年12月、海軍総長に任命されて、北京に戻り、さらに民国9年5月から3ヶ月間だけ、代理国務総理を務めている。1921年5月、海軍総長を辞職した。民国11年4月の第1次、笹口寺戦争では、薩は、直霊派として、海軍を説得し、 宝天派を撃破する上で貢献した。同年5月、札は将軍府、宿位上将軍に任命された。同年10月、福建徳軍理工期が、孫文の命を受けた、巨高さとの攻撃を受けて危機に陥った。北京政府は、殺人降理を派遣し、李を罷免した上で、福建省庁に任命した。一方の孫文も、林森を、 復権省庁に擁立し、南北双方の省庁が定立する情勢となった。しかし、元が、陳敬明討伐のため復権を離れた感激をつき、1923年2月、札は、陣地、を唱え、支持を幅広く集めた。こうして札は、林を駆逐して、省内の実権を掌握し、以後3年余りにわたって札が復権を統治した。 1926年12月、国民革命軍の復権入りに伴い、札は下夜した。国民政府時代でも、札鎮公理の海軍内での聖望は依然として高く、海軍部の高級顧問として昇平された。しかし、その後は、復讐に帰り、主に社会福祉事業に従事した。1933年、国民革命軍19素事軍による、 復権事変が発生し、中華共和国が樹立されると、札はこれに参与し、延べ立て省省庁に任命された。中華共和国崩壊後は、再び復讐で、在野生活を送った。1946年11月、海軍上将位を授与された。国境内戦後は大陸に止まり、中国人民政治協商会議の第一回会議で特別招待代表となった。 その後も、中央人民政府軍事委員会委員、中央加協事務委員会委員、福建省人民政府委員などを歴任した。日本海軍では、百武言語や安見サブローラが、殺帝徳への信頼を語っている。1952年4月10日、復讐で死去。去年94。異色の帝徳、百武言語113から114ページ。 ありがとうございます。